ロート製薬はきょう新型コロナウイルスによる肺炎患者に人の死亡から培養する肝陽系肝細胞を使った臨床試験を始めると正式に発表しました。 対象は、新型コロナウイルスによる重症の肺炎患者で、肝陽系幹細胞を点滴で投与し、治療への有効性と安全性を検証します。臨床試験は8月にスタートし、来年の12月までを予定しているということです。ロート製薬は、肝陽系幹細胞について、肝甲変の患者を対象にした臨床試験で使われた実績があり、安全性は確認されているとしています。